小袖防災公園は大阪府高槻市小袖町にある都市公園である。小袖防災公園は敷地面積約4.5ヘクタールを誇り、高槻市としては初となる本格的な防災機能を兼ね備えた地区公園である。市民の身近な憩いの場として計画されたため、多目的広場には大型複合遊具や健康遊具を完備しているほか、 スポーツレクリエーションの場としての役割を果たすべく、体育館や軟式野球場を備えている。大地震などの災害が発生した際には、周辺住民の広域避難地となるほか、全国からの救援物資等を受け入れ、供給を行う総合的な物流の機能を備えた、高槻市北部における総合防災拠点となる。多目的広場内の大型複合遊具やパーゴラは、 仮設テントとして、ベンチは炊き出しに利用できるかまどとして、災害時に使用することが可能であり、また耐震性貯水槽は3日分の飲料水を確保することができる。広さ約1649平方メートルのメインアリーナと約638平方メートルのサブアリーナからなり、バスケットボールやバドミントンなど様々な種類のスポーツができる。 また195平方メートルのトレーニング室には各種トレーニング機器が揃えられており、利用者の状況に応じた体力づくりが可能になるよう設計されている。その他の施設として会議室やシャワー室が完備されている。両翼87メートル、センター長98メートルの規模を持ち、内野を国土舗装、外野を天然芝で整備されている。 もっぱら軟式野球用である。背伸ばしベンチや足伸ばしなどの健康遊具では楽しみながら健康づくりができるとされている。また大型の複合遊具は弱年層に強く支持されている。ありがとうございます。